レイチェル・カーソン、センス・オブ・ワンダーより抜粋してお届けします。音を聞くこともまた実に優雅な楽しみをもたらしてくれます。ただし少しだけ意識的な訓練が必要ですけれども、かつてある人が私に森つぐみの声を一度も聞いたことがないと言ったことがあります。けれどもその人の家の庭では春が来るといつも森つぐみが鈴を振るような声で歌っているのを私は知っています。ちょっとしたヒントを与えたり例を教えてあげさえすれば、子供たちは自分の周りにあるさまざまな音を聞き分けることができるようになります。雷のとどろき、風の音、波の崩れる音や小川のせせらぎなど、地球が奏でる音にじっくりと耳を傾け、それらの音が何を語っているのか話し合ってみましょう。そしてあらゆる生き物たちの声にも耳を傾けてみましょう。子供たちが春の夜明けの小鳥たちのコーラスに全く気がつかないままで大人になってしまわないようにと心から願っています。子供たちは特別に早起きをして明け方の薄明かりの中を外に出かけた時のことを決して忘れないでしょう。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。